これが創価学会永遠の師匠虎会長の指導だ。カラー大の本尊に直結したマンダラを拝む信仰でなければ絶対に黒くもなく、ましてや生命の本質をつかんで仏の境界に立つ永遠の生命を監督することなどは到底望めないことなのである。フューズが飛んで電流が流れてこない電灯は電球が切れていないからといっていくらつけても明るい光を発しないようなもので、電球は本物であっても電流が流れてこなければ光らないのである。ご本尊が大聖人の御選別であっても大御本尊に直結しなければ何の功徳もないのである。日蓮大聖人を御本仏としながら、法華経の眼目である日蓮大聖人御神筆本尊を否定誹謗する法華極大法謀者虎会長を創価学会永遠の師匠に規定する創価学会は極大法謀教団です。